大番用アポシロナーローデンストックは、ドイツの工学メーカー。特に、レンズ分野では、ローデンシュトックと表記されることも多い。1877年、ヨーゼフローデンシュトックが創業し、二代目アレクサンダーローデンシュトック、三代目ロルフローデンシュトック、四代目のランドルフローデンシュトックを経て、2020年現在は、アナスヘデゴーが CEO である。メガネのほか プロ用写真レンズ、工学用精密工作機、コンピュータサービス、医療用工学機器など工学機器専門のメーカーとして現在に至る。現存する数少ない工学機器専門のメーカーであるところのメガネメーカーである。中でもエクスクルーシブシリーズは1975年より始まり、高級フレームとして地位を確立、現在に至る。星野瀬日。 石原慎太郎、坂谷大地、谷村真嗣など、多数の各界著名人が使用している。現在は、オーバン用レンズが主力である。ジナー純正のシナロンは、ローデンシュトックが製造した、OEM 製品。また、ハッセルブラッドのアークボディ用レンズも製造している。過去には、ドイツコダックのレチナにレンズを供給し、またエクサクタ、M42、ライカなど汎用マウント向けに、 少数ながら交換レンズを供給していた。現在ライカ汎用レンズは製造していない。カール・ツイス、シュナイダー・クロイツ・ナッハと並んで、ドイツ三大レンズメーカーの一つであるが、創立以来ほとんど、メガネと、その関連商品のみで業績を広げた。撮像素子サイズ 4054mm まで対応し、解説を限定し、高解像度を持つよう開発されたデジタル、撮影用レンズ。 ローデンシュトックは解説によるシャープネスの低下を回避するため絞り込みは少なくし煽り機能を使用する必要があるとしている。デジタル写真に最適化された高性能レンズ。絞り開放でも解説を限定して理論的理想に近いシャープさで一般的な画質基準をはるかに超える光学性能を発揮するとローデンシュトックはアナウンスしている。ローデンシュトックは テクニカルカメラで震度の深い被写体を撮影する場合、レンズの絞り込みをできる限り抑え、煽り撮影によることを推奨している。ユリゴンは逆望遠型の広角レンズ。デッケルマウントレチナレフレックス S などの交換レンズ。エクサクタマウント M42 マウント4群6枚、完全対象、オルソメター型で完璧なアポクロマート補正がなされている。業務用。 プロセスレンズで色収差を高度に補正している。現行のアポロダゴンシリーズの前身とも言えるが、主目的は屋外仕様も考慮された製版用プロセスレンズであったため、超焦点レンズが主体である。1、1 0から10倍の撮影倍率のために最適化されているが、広い用途で使用される。完璧なアポクロマート補正をすると、球面収差が激増するので、 それを抑えるために、階級など開放回値を大きくしている。写真製版などの業務需要の縮小に伴いすでに製造停止である。大まかに前期型と中期型、後期型などがある。前期型はアルミ削り出しのレンズ共闘で絞り感などが、ゼブラシ上げの総金属製共闘になっている。中期型は、共闘は前期型同様に、金属共闘だが、共闘デザインは、 最近のロダゴンシリーズの金属共闘製の高級品と部品を共有している関係上、レンズ前群は同じデザインである。このタイプも総金属共闘である。カラー印刷が主流になり、それに合わせてコーティングも改善されたが、モノコート主体であった。中期型には、ドイツ製の他に、日本製の個体も存在している。中期型の日本製、アポゲロホンは、 マルチコーティングである。後期型は品目によっては、現行、ロダコン同様の合成樹脂製共闘に変更されたものもある。プロセスレンズでありながら、ウォーターハウス型アタッチメントスロットを備えていないが、プリントの引き伸ばしから写真制版一般撮影まで多目的に使用した場合でも、描写性能が高い。古い年代の品目によっては、開放絞りで色収差や、 レンズフレアが出るものもあるが、いずれも絞りを一段絞れば、ほぼ完璧な描写である。240mm 以下のレンズは、前期型、後期型まで、絞りの開閉に寄与する内部リングは、樹脂製である。前期型は、透明樹脂に絞り、番号が印刷されているが、中期型以降は、黒色樹脂に絞り、番号が印刷されたものに変更されている。クリックストップ機能は、 一般的なボールベアリング式ではなく、一貫して簡易な金属片バネ落とし込み式であるため、メンテナンスが容易である。後期型の絞りカンクリックストップ機構は、すべて樹脂製のため、摩耗すれば機能しなくなる。ゲロナーは3軍4枚を基本設計とする、レンカ版レンズ。大判カメラ用、グランダゴンは対象型の広角レンズ。 グラフレックス XL 用ハッセルブラッドアークボディ用、ホースマン SW612 用、ホースマン SW617 用オーバンカメラ用、主にアポクロマート補正がなされている、オーバンカメラ用の業務用レンズ、標準の大口径レンズ、ダブルガウス型、アクフア用デッケルマウントレチナレフレックス S などの交換レンズ、エクサクタマウント M42、 マウントグラフレックス XL 用ライカイルマウント、レチナ用ロボットマウント1群2枚のポートレート用、難焦点レンズ。絞りは、開表時ではなく H 表示でされる。ペンタックス67用オーバンカメラ用オメガ製、引き伸ば式用に OEM 供給されたもの。すでに製造停止である。オメガ製引き伸ば式用に OEM 供給されたもの。 三群四枚のテッサー型内紙は三群三枚のトリプレット型の光学系。すでに製造停止である。ベースレンズはイサロンである。シュナイダークロイツナッハのコンポロンと双壁をなす製品。一般に四群六枚オルソメター型。現行品。非常に精緻な描写で、ディストーションや色にじみも極限まで抑え込まれており、改造力が高いため、 ラインセンサーカメラなどのデジタル機器とも相性が良い。新開発された、ローデンストックフォーカシングシステムを使用しての、撮影ではその性能を余すところなく発揮できる。5枚絞りが主流だが、ボケなども癖がなく一般仕様にも向いている。4群6枚のオルソメター型で、拡大倍率20以上に適する。ロダゴンの高倍率版の位置付け。現行品。 4群6枚のオルソメター型で、広角版のレンズ。支柱の短い引き伸ばし機にも対応し、拡大倍率4から15バツに適する。現行品。アポクロマート補正された初期の高級版。すでに製造停止である。5群7枚の変形。オルソメター型で、アポクロマート補正され、拡大倍率2から15バツに適する。ロダゴンシリーズの最高級版の位置づけ。 現行品。絶版になった業務用のアポゲロゴンシリーズの光学系を代行形化し、性能の良いロダゴンシリーズをよりブラッシュアップしたシリーズである。ロダゴンより少ないディストーションや像面の平坦性の向上はもとより、色収差をロダゴンシリーズよりもアポゲロゴンシリーズと同様に厳しく補正してあり、よりクリアな画像が得られる。引き伸ばしようとしての利用も、 るることながら写真性汎用にも耐えうる力量を持つまた、一般撮影において、特に接写撮影に使用する場合、非常に高性能なためデジタル機器との相性は抜群であり、ラインセンサーカメラやデジタルバックなどの使用もメーカーでは推奨しており、新開発されたローデンシュトックフォーカシングシステムを使用しての撮影ではその性能を余すところなく発揮できる。 4群6枚の完全対象型のダブルガウス型のレンズで完璧なアポクロマート補正がなされている。このレンズは引き伸ばしレンズではなく設計の段階からポジフィルムの等倍デュープ撮影用に開発されたデュプリケーションマクロレンズである。一般的にはベローズ摂写器具と併用する。一種を除いて他は現行品。普及版の引き伸ばしレンズとして開発されたもの。 現行品。三群三枚のトリプレット型。メーカーのアナウンスでは、簡易的なラインセンサーカメラ用のレンズにも使用できるとしている。三群四枚のテッサー型、トリプレット型やテッサー型のレンズなので絞って使用すれば高性能である。絞り開放で使用すると若干、残存収差が現れるが、これを好んで一般撮影で拙者に使用するものもいる。現在は、 主に色収差を完璧にアポクロマート補正したアポロナーが使われている。1、1撮影に対して最適化されているが、無限遠からの一般撮影にも使用が可能。設計に無理をしていないため、高性能ながら販売価格が他のアポクロマート補正レンズよりも安価であるのも特徴とメーカーでは歌っている。大判カメラ用ロナー絞りを挟んで、 完全対象のダイアリート型4群4枚、構成である。特殊商材を使用し完璧にアポクロマート補正を施されている。光学系は全て同一だが、用途に合わせて多様な品目があり、大きく分けて、シャッターが組み込まれているタイプと絞りのみのバレルタイプレンズがある。写真製版などのプロセスレンズ用はバレルタイプの形式で、多くは絞り感が 傘状に大きく張り出しており、絞り操作の微妙な加減がしやすくなっている。また、普通の形状の絞り感のプロセスレンズも製造され、これは絞り値の他に、実絞りの光景がセンチメートルで刻印表示されている。製版用の品目には、全品がオプションの特殊形状絞りやシートフィルターを差し込むためのウォーターハウス型アタッチメントスロットを備えている。 品目により、レンズ前のアタッチメントネジが切られていない個体もある。また、第一群の特殊商材が脆いため、はめ込み式のサファイアガラスを使用したプロテクトフィルターが最初から取り付けられている個体も存在する。特に、すでに解散したドイツの地図メーカークリムシュに依頼を受けて製造された個体は、開放から最小絞りまで形状の変化しない。 成功な絞りを備えている。現行品として利用されるアポロナーは、下記に示したが、例として、ジナーなどに供給され、コンピューター制御の自動シャッターなど、デジタルシステムに対応している。発売初期から一貫して、同じ光学系だが、年代により、様々なコーティングの違いがある。写真製版などのプロセスレンズのため、設計基準値は、当倍だが、遠方の描写性も良いので、 他方面で利用されている。完璧なアポクロマート補正をすると、球面周差が激増するので、階級など開放回値を抑えてある。現行品は、レンズシャッター内蔵のオーバンカメラ用レンズのみ、供給されている。望遠レンズに使用される。デッケルマウントレチナレフレックス S など、陽光感レンズ。エクサクタマウントフラフレックス XL 用、M42 マウントオーバンカメラ用。 ロテラージナーへの OEM 製品。中盤以上の標準、または超焦点レンズに使用される。ホースマン SW612 用、ホースマン SW617 用オーバンカメラ用、白ナー9マイクロメートルまでのピクセルピッチに対応するよう設計されており、煽りのできるプロ用カメラで極めて高画質の写真が撮影できるデジタル撮影用レンズ。 9マイクロメートルまでのピクセルピッチに対応するよう設計されているデジタル撮影摂写用レンズリンホフへの OEM 製品リンホフ222固定装着されたテッサー型クラーロビット用レチナ用テッサー型の標準レンズテヒニカーはリンホフ名の OEM 製品デッケルマウントレチナレフレックスエースなど陽光感レンズ グラフレックス XL 用普及版でロゴナー S の前身、すでに製造停止である。レンカ版のレンズのため、省けるところはかなり簡素に作られているが、共同は無垢アルミニウムの削り出しで製作され、表面のブラックはアルマイト処理がなされている。大まかに言うと、前期型がこのアルミニウム削り出しで絞り感はゼブラ仕上げである。絞りバネは大体の品目が6枚で、 簡素化されている。レンズ前群で内部の絞り開閉リングも止めているので、前群を外すと大抵は、絞りバネが外れ落ちてしまう。当時の簡素化はこういうやり方が多かった。後期版になると、絞りナンバー自体が細長いビニールテープで仕上げてある。この6枚絞りは独特の形状をしており、105mmF4.5 は、 回11回16あたりだと、開口部の形状は6芒星のような形になる。絞りは、ボールベアリングとバネによる、クリックストップ機構を採用している。レンズの前群を外すと、先に記したように絞り羽根がバラバラになるが、このボールベアリングも外れてしまう。近年、フィルムカメラの衰退とともに、写真現像引き伸ばし用のレンズの需要がなくなった。そのためニコンなどは、 特殊ルートの業務用の品目以外の一般向け商品の製造自体を止めてしまったが、ローデンシュトックとシュナイダー・クロイツナッハの両社では、写真現像を引き伸ばし用のレンズの超高解像力に着目し、現代の7000万から1億画素のラインセンサー、カメラに取り付けて、工業用やビデオ撮影用レンズとしての生き残りを考えた。このローデンシュトックフォーカシングシステムは、 金属製の筒がヘリコイドで前後し、写真現像を引き伸ばし用のレンズで撮影できるようにした、簡便な製品だが、工業用途での使用が前提にあるため、高精度、高耐久性、高耐衝撃性など、マシンビジョンカメラには欠かせない要求を満たす豪直な造作に仕上がっている。この業務用のヘリコイドマウントシステムは、当初、シュナイダー・クロイツナッハが、 ユニホック58ヘリコイドマウントシステムとして先行して市場に出したが後に後を追う形でローデンシュトックも似たようなローデンシュトックライノススマートフォーカスシステムやローデンシュトックモジュラーフォーカスシステムなどを考案し発表した1926年頃から1950年代に十数種のカメラを製造販売したが自社では製造せずほとんどは ウェルタカメラベルクを下請けとした OEM である。ありがとうございます。